はい、こんにちは、高です。で今日ですね、こちらの食材を使ってですね、唐揚げを作っていこうかなと思っております。よろしくお願いします。はい、それではですね、材料の紹介ですね。鶏のもも肉ですね。タイム、乾燥タイムですね。で卵、酒ですね。醤油で、ニンニクですね。で生姜に、片栗粉と、薄力小麦粉ですね。はい、以上です。はい、まずチキンをカットしていきますね。まあグラムでいうと約、30グラムぐらいがベストかなと思いますね。はい、手際よくですね、こんな感じでカットしていきましょう。はい、こんな感じです。はい、それではですね、食材を合わせていきましょうかね。はい、ボウルに、鶏を入れます。まず塩ですね。はい、ブラックペッパーです。はい、お酒ですね。はい、ガーリックです。はい、生姜です。はい、乾燥タイムですね。生醤油ですね。はい、一旦ここで、軽く混ぜます。はい、混ぜましたらテンション低っ。はい、卵です。はい、卵までですね、混ぜ終わりましたら、一旦ここでラップをしてですね、1時間ぐらいマリネしてください。1時間後です。で軽くですね、再度混ぜます。片栗粉です。はい、小麦粉ですね。はい、片栗粉と小麦粉はですね、半々でお願いします。はい、混ぜていきます。はい、少しちょっと重たいなと思ったらですね、ちょっと水を足してください。重たくなければですね、足さなくて結構です。こんな感じですね。こんぐらいの、とろみの衣がつくぐらいですね。はい、こんな感じですね。ではこちらを揚げていきましょう。はい、それではですね、揚げていきます。やっぱこの音が最高ですね。食欲をそそりますね。唐揚げをですね、ジューシーに揚げるコツっていうのはですね、はじめ中の強で、火を入れましてですね、あとはですね、ある程度火が通ってきたら、まあ、弱にしてですね、ゆっくり火を通すとですね、中がジューシーになりますね。さあ、4倍速で揚げていきますよ。はい、こんな感じでカリッとお願いします。よだれが出そうですね。さあ、盛り付けていきましょう。はい、天使を引きましてですね、その上にトントントンと乗せていきます。はい、付け合わせのレモンですね。カットをですね、こんな感じでカットするとですね、かっこいいレモンになります。はい、ライムソルトも少し。はい、飾りで、パセリですね、パラパラっと振ります。はい、完成です。出来上がりですね。もう相当美味しそうです。ご視聴ありがとうございました。はい、次はですね、僕が上げているこんな動画を見ていただいたら嬉しいかなと思います。